それからやる。そうですね、うん、余裕があったらそういうことを考える、弾いてる間弾く前に弾く前に弾いて弾いてというかここら辺で、うん、いやここら辺でちょっと終わるから次ここで、うんうん、でこうって感じのは考える、うん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 、じゃあさ今よく、まあ、レガート音つながってるしいいと思うのね。で、割とこうなんだろうテンポ的なこともそのあんまりなんだろう変に揺れてなかったから、まあ、ある程度キープできてたから、はい、いいと思うんだけども、じゃあ今の指標としてじゃあ、ね、例えば、ね、じゃあ3段階自己評価として1もう余裕、2まあまあ余裕、まあちょっと余裕みたいな、じゃあ、まあ、ごめん数値にしようか、はい、100点、はい、100点70点50点だとどれぐらい。100点70点50点、ちょっと70でね。っていうのはごめんねちょっと変な聞き方しちゃったんだけども、はい、自己評価100になるまでやろう。はい、うん、で、こういうテキストって段階やっぱこうページがさ、はい、進んでいけばいくほどこう、はい、レベルは上がっていくわけだよね、はい、でそのレベルが上がるっていうのはどういうことかっていうとさ、その前までの曲がまあ100点いった想定でいくわけだよね、はい、だから70のまま進んじゃうとまだその実力がないのに先に進んでるっていうことになっちゃうわけだよね。で、まあ、それはそれでやり方いいんだけどね、この螺旋階段のように登っていくやり方もあるんだけれども、はい、一旦これをこう自分の腑に落ちるまでこうやるっていうのが多分いいと思うんだよね。だからあいうえおが書けるようになったら書きくけこ書くみたいなさ、はいはいはい、やり方としてはいろいろあるんです。最初から最後まで全部書いてでもう一回もう一周とかっていうやり方もあるし、でもなんとなく今このあいうえおのこのここをまず確実にしてから行った方がいいような感じがするんだよね。すごい全然理由ないんだけど、論理的な理由で言えないんだけど、はい、多分これ完璧にしな。なんかこう、うん、何が100点なのかよくわからないっていうところも。あれ、自己満足でいいの。あ、自己満足。自己満足でいいの。そう。ああ、なるほど。うん。そう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 、うん、もう一回やってみ、はい、1、2、3。それに合わせて、うまくいってない時って、はい、この左の弾き直しに合わせて右手がずれちゃう。でもそういうことが起こってないから、それぞれ独立した動きっていうのが、まあ、ある程度できるようになってきてんじゃないっていう、うん、感じがするけど。さあ、もう一回やります。うん。自己満足だね。うん、なんか普段
押してる感覚でちょっとミスったなっていう。ああ、そうなんだ。うん。そうだ。いいよ。ちょっと待って、ね、自己満足する。つなげるっていうのと、たたたたっていうこの全然違うことをやってるっていうことが、まさに違うことをちゃんとできてるっていう感じがするから、聞いてる限りでは、まあ、今の目標は達成できてんじゃないっていう感じはする。うん、自分ではどう？自分でも、うん、いけたな。いけたね。いいんじゃない？うん。じゃあ先行きましょう。のうん、あこれなんだっていうのが、はい、音ね、はい、これでもそうは言っても読めるラですか。そう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 、もう分かるでしょ。ラはラでもどこのラだ、うん、うん、ラシドレ、うん、じゃあさ、はい、音を言いながら弾いてってごらんよ。音たどってごらん、はい、ラシドスラーっていう記号がある。でスラーがあると音をこうつなげるじゃん、はいはい、だから結果レガートになるってことなんだけども、うん、だけどこれさ、なんか 見ると同じ音についてるじゃん。同じ音です、はい、うん、同じ音についてる時のこのスラーみたいな記号っていうのは、今スラーみたいな記号って言っちゃったから、はい、まあスラーじゃないよってことなんだけど、はい、うん、同じ音にこうやってついてる時はね、大体ね、あの別の記号なのね。スラーとは違くて、はい、タイっつうの。タイ、タイ、うん、いつまで出てきてなかったっけ。まだやってないんだっけ。あ、まだやってないね。次の次で。これね、タイってね、はい、ネクタイとかのタイと一緒なんだけど、はい、うん、結ぶっていう、はい、ね、でどういうことかっつうと、これ、この音とこの音を結ぶってことなんだよね、はい、でこれじゃあつまりどういうことかって、これ伸ばしっぱなしってことなんだ、はい、うん、だからこれ今ここで3拍伸ばすでしょ、はい、こっちも3拍伸ばすでしょ、はい、だから実際あの合計6拍伸ばすよってことなんだ、はい、1、2、3、 こういう感じ。そう、これがついてるときはもう十中八九タイなんだけども、だからそうじゃなくって、別々で独立して弾かせて弾いてっていうときにはこういうのがスタッカートがついてたりするんだね。でそうするとこれが、スラームっていうことになるんだけども、でもこの場合はやっぱりもうタイなんだよね、はい、うん、です。そしたらさ、ちょっとさ、これ歌いながら弾いてみ。ラシフレージングを考えたいんだけど、
どさ、はい、だからフレーズングっていうのはさ、結局文章で言うとさ、どこに句読点を打つのかっていうことになってくるんだけども、はい、こっちの時はほらこういうのだったじゃない、はい、そう、それと同じように、はい、あの歌ってみた時にどういうふうに、はい、あのこう句と区切りをつけていくかっていうのが、などうすればしっくりくるかっていうことなんだけども、はい、あ今だとラシドレミレドシラシドシみたいな感じだったので、はいはい、この通りじゃなかったかもしれないけど、はい、それは、結局、書いてある文字をただこう音として言ってるだけっていうことなんでね、はい、それをじゃあ文章一つの表現としてじゃあ、朗読しようって言った時にどういう歌い方になるかっていうことなんでね、上はなんかこことこの、うん、1、2、3、4、5、うん、ここ、ここでこう、うん、なんか2分割できそうに。やってみてごらん。悪くないよね。ラシドレって言ったものに対して、ミレドシーってこう答えてるような感じもするよね。うん、では次は。次。うん。前にも言ったけど、正解っていうこうじゃなくちゃいけないっていうことは、はい、基本的にはないので、はい、そう、まあもちろんだから、なんつうんだろう、こう文法上正しいこう言葉のフレージングとかってある、そのもちろんその枠の範囲っていうのはあるんだけれども、はい、今ここなんかもこことここに分けたいっていうふうに言ったじゃん、だからラシドレミレドシってこういうねことになると思うんだけど、はい、あるいはこれをつなげちゃうっていう手もあるんだよね、はい、ラシドレミレドシっていうことができるし、はい、ここなんかもラシドシラっていうことだってできるし、はい、うん、ここをもう一つっていうふうに、はい、こともできるし、はい、そう、うん、ただしさ、これがさ、ラ、シ、ドレとか、これはちょっとやっぱりなんか自然じゃないじゃない、はい、そうそうそう、うん、っていうことだから、それは決めていいよ、今のは悪くないと思う、うん、はい、ただ、もしかしたらだけども、はい、これは参考程度にラっていう感じでここを別物にしたい場合は、はい、ここに休符とかが入ることが多いかもしれない。ラシドシとか、だからこれを伸ばし、ここまでいっぱいいっぱい伸ばしとくんだよっていう中で別にするのはちょっと上等テクって感じはする。それを歌い上げるには慣れが必要かなっていう感じはするけどね。つなげましょう。つなげましょう。つなげましょう。でも上のちょっと2で分けて、下の1個でバーって。うん。あ、まあじゃあそれならそれでもいいよ。うん。そうです。うん。それで。はい。じゃあ、もう一回、その意識で弾いてみたら、はい、右手。はい。うん、声出そうか。はい、せーの。ラシドレ。
うん、でちなみになんだけど、うん、この記号の名前覚えてる？トーン記号、うん、これの覚えてる、うん、トーン記号って何をこう表す記号だったか覚えてる？そう、イロハニコゲトーのトーですか、うん、そう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 、トーを表すんだよね。だからトーっていうのはイタリア音名で言うと何の音だ？そうです、そうだよね。で、これ変音記号っていうのはファを表すんだよね。で、じゃあこれさ、ファを表すんだけどさ、どうやって表してんのこれ？どうやって表すの、うん、どうやってこの記号はファというものを表してんのこれ？教わったかもしれませんが、忘れました。いいよいいよ、うん、多分ね、そうだろうなと思う。まあ、覚えてたら、はい、結論から言うと、これ覚えてたら、これファとは言わないはずなんだよ。あのね、変音記号の書き始めて、こうなのね、はい、で、ここにこう印をつけるわけよ、はい、丸を書いて、そこからうねってこう出てきてて、でしかもこの線を上下でこう点々で囲むっていう、はい、ね、で、つまりこれってここの線、はい、これ番号ついてるんだけど、やったっけこれ、第1234線なんだけど、はい、第4線を、この第4線を、つまりファの音とするっていう、そういう記号なんだ、ね、はい、ね、でこれ、このファの音っていうのがどこでもいいわけじゃなくて、ファっていっぱいあるじゃん、はい、うん、じゃなくって決まってるんだよね、どこのファだと。で、今問題となっている音は、はい、ここ、間、第1、2、3間、あ、はい、が、何の音っていうクイズを出したわけですよ、はい、うん、で、そうするとこれ何の音になるでしょう？ミ、うん、ミの音なの、うん、あ、そう、第3間はミの音ですよっていうことを今伝えたかった。あ、うん、そう、うん、片手だけで今やってみる。うん、もちろん。そういうこと。ちょっと両手の練習してみる？そうですね、うん、するときに、はい、完全にここが休符になっちゃうことがあるのね、はい、
そうするとここに休符が入っちゃうんだよね。あ、うん、なくてあくまでもこれ普天二分音符でこれいくつ伸ばすでしょう。三拍。はい。三拍伸ばすんだよっていう伸ばしてるんだよっていう感じを出す。はい。しおれみ。本当に一瞬。うん。だから、しかもこれ間を空けるっていうことを目的にしちゃうと変なことになっちゃうからね。はい、この瞬間でブレスをすると。暗記のキーは記すじゃん。はい、僕はこれ、そう音符じゃない、楽譜の譜。あ、うん、あ、これね、間違いやすいね、音符の譜はこれね。ああ、そう、うん。符号とか、なんか記号とかって意味だよね。これは譜面って意味だよね。はい。うん、な感じ、はい。こっちも譜読みしとこうか、はい。いきなりですが、いきなりちょっと右手。弾きながら、はい、歌いながら弾いてる。フレージングどうしようか。そのイメージを持ってもらってみたら、はい、押し込むようなことをすると、はい、うん、なんだろう、今日は学校に行きましたみたいな感じになっちゃうんだよね。語尾をこうワンってこう当てるような感じになっちゃう。から、しどれみれどしさん、流れの中でこう音がスッとふん閉じてあげる感じ、はい、ぶつけない感じ。せーの、しないそうです。練習はいと思って。
でね、こういう時に、やってしまいがちな練習として、はい、最初から最後まで通そうとする練習っていうのは、はい、それは例えばじゃあなんかこう大きな、車を作るんだったら車を、ね、はい、作る時にもう部品を整えるとかなんとかっていうことなしにいきなりもうこの車全体を作ろうとするようなもので、それって全然理にかなってないじゃん。一つ一つ細かいか、例えばじゃあネジを作るところから始まったりとかさ、でネジだけじゃなくてこう今度ネジと何かをこういっぱいたくさんこう部品があって、それぞれがちゃんとできてから組み立てていくわけじゃん、はい、ね、でそれがまたこういう練習でも同じことが言えて、はい、例えば、まずはじゃあここだけ弾いてみるとか、はい、ここだけ作って、でもここから弾いたらここがうまくいかないっていう場合はここだけ弾いてみるとか、はい、ね、でここだけできるようになったら今度はここからここをつなげていく練習とか、ね、でそしたら今度ここができた、そしたら次に行くみたいな、はい、ね、一回通して、最初に通して弾いてみることはもちろんそれはそれでいいんだけれども、様子を見るっていう、全体像を見るっていう意味ではね、うん、だけど、通常の練習であんまりこう最初から頭からこう最後までこう通して弾くっていうことはあんまりしない、はい、うん、ということで、今弾いてて難しかったところっていうところをポイントポイントで取り出して練習するといいんだよね。何が難しかった、どこ難しかった今。もう一回やってみようかじゃあ。そうです。うん、そしたら、今度ここだけ弾いてみてごらん、はい、で、じゃあここもいけそう？いや、ちょっといけなかったですね、今多分。じゃあここと、ここ、あ、うん、どうしようかな、じゃあここだけ弾いてごらん、はい、それだけだったらどう？簡単？はい、うん、だったら、ここを弾いて、一瞬止まって、はいはい、で、せーのって言うから、はい、そしたらここ弾いて、はい、で、ここ止まって次にせーのっていうこのタイムラグの中で、はい、次にもう弾く練習、準備をしておいて、はい、せーの、ね、せーの、せーの、わかる？このせーの間でここの準備をしておくってこと、はい、だから休憩じゃないってこと、せーの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 、そしたら今度はレミレド、右手のここまで弾いちゃって、でここ止まってて、はい、で せーのでダンダンって弾いてみて、はい、伸ばしたのでしょう、はい、うん、せーの、せーの、まあ、こっちがやりにくいね、はい、うん、でも、はい、ここですぐ入らなくちゃいけないわけなんだけども、はい、でだけどここを弾くことに今頭使われてるから、はい、ね、次のところまでいかないわけだよ、はい、ね、だから先にで左はここで離す、はい、ちょっと離すのが早い、あ、そう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 、入れ替わるってことね、
このこういここで話すんだよって、はい、ね、で今度話した後見て打つんだよっていうことをまず覚えさせる。だって今この流れの中には頭がついてこれないわけだから、はい、でだから、手順を今だから説明書をこう、はい、脳と体にこう読んであげてる感じ、はい、ね。怖がらなくて大丈夫、合ってるから大丈夫だよ。今いけたじゃん、普通に。あ、はい、せーの、1、2、3、1、2、3、そう、せーの、1、2、3、1、2、3、どう？今余裕になってきた、はい、簡単、はい、そしたら、今度ここ弾いてごらん、はい、せーの、最初3拍上げてたの、せーの、れーって入ってたの、はい、で次、それが慣れてきたらタン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 、一、三で、せーので2拍上げてた、はい、で最後はこう、はいだけだったでしょ。だからここの時間をだん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 短くしてた、うん、その人はなんかもうとりあえずできるんだったって感じなんだけど、まあまあ、それはいいんだけれども、はい、それを別に厳密にやらなくていいんだけど、とにかくこう自分なりにこう細かく分けて練習していくっていうテクニックだよね。これ練習のテクニック、勉強と一緒だよな。うん、身につけるといいと思う。だこういうところとかも、はい、しどれみれどし、まあ、もう当然この4小節でいきなりやろうとするとやっぱり難しいわけで、はい、じゃあ、2でやってみようかってやった時に、それでもまだ難しければやっぱり1小節ずつ、うん、マスターしていく、ね、それぞれがで作れたら組み立てていくって、もうすごい、だって当たり前のことじゃん、もう合理的じゃん、それ普通じゃん、はい、ね、できてないもの組み立てられないんだから、はい、っていう感じです、はい、まあちょっとこの2つでいいんじゃない、はい、で、ちょっとそろそろテキストをいろいろと増やしていってもいいのかなと思ってて、これね、バーナムピアノテキニックって言われるいうやつで、はい、割と結構いるスタンダードなテキストで、はい、こっちはね、いろんなね、こうテクニック、短いやつ、はい、短いテクニックをこう一つずつこうやっていきましょう、経験していきましょうみたいなね、はい、最初こうこれかなりこうミニブックっつって初歩的なものなんだけれども、はい、うん、まあ、まずこうドレドレドレド、まあ、普通に弾くじゃん、はい、このスタッカート一つ一つの音をこう切り離して弾くとか、で今度このターターとか、なんかこういろんな表現のテクニックでね、それをいっぱい短いものをいっぱい経験していきましょうっていうようなね、そういうやつなのね。なんかこういうのとかもこうさ、うん、
そういう経験をしていくやつ、はい、でもう一つが似たようなものなんだけれども、似たようなものというか趣旨としては似てるんだけれども、ただ、音階とか、音階ってわかる？音階わかるよね。それをいろんな調でやっていく。はい、波長調とか都庁調とか聞いたことある、こういう名前、そういうものを取り入れてっていいかなって思うんだよね。はい、もうで、ね、そうだね、だから、この2冊、はい、ちょっと用意できるんだったら用意しとく、はい、それもこっちで買っといてもいいし、はい、どっちでもいいけれども、はい、そろそろ入っていいような気がする、はい、うん、でリズムはリズムで、やるんだけど、ただ今やっぱりちょっとかなりこういいところまで行っちゃってるから、行っちゃってるっていう意味がね、はい、だからこっちだね、やっぱりね、はい、どうしようか、今日音をまずちょっとこの1段でいいから読んでみ、ドレミファミレドレミファ、簡単だよね、はい、音自体はね、はい、そう、ただしそれ書かれている指番号を守って弾いてみるっていうこと、はい、ちょっとやってみ、そう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 、なんかテクニカルでしょ、そうね、そうそう、だからいろんな指の運用の仕方っていうことをこれはちょっとできるんだけど、次の段行ってみ、はい、あれ音読んでみ、あれどうし、あ、どうしら、うん、どうしら、そう、うん、ら、し、どうしら、そう、うんうんうん、弾いてみた、あれこっち、そうだね、単純にさ、普通にさ、だってこれさ、ドレミファミレのこのポジションで弾けるものをさ、わざとドレミファミレの指を今くぐらせてんだけども、はい、ね、こっちも、これ、ここからはソーラーシって、ソーラーシードってできるのに、はい、わざと1番から始めてこう指をくぐらせる、またいでるのかな、これはソーラーシードシー、ね、だから、なんだろう、やっぱこう指の運用だよね、はい、うん、っていうことができます、はい、じゃあこれをちょっとつなげる練習してみようか、一番最初からつなげる、つなげるっていうのはそのストレートに全部引っ張って、
ね、これ、まず一番最初のやつやってみるといいと思うよ、はい、うん、で、これはこれで、はい、簡単でしょちなみに、こっちもあったんだけども、はい、このちょんちょんってこうついてるやつ、この記号なんだか知ってる？あ、記号ね、なんか繰り返す、うん、そう、まあ、繰り返し記号とかでいいんだけど、はい、うん、まあ、反復とかリピートとか、ね、まあ、全部一緒だよね、はい、そう、だからこれ、繰り返すってどこに戻るでしょう？これは一番最初、そう、一番最初に戻る、うん、なので、まあ、本来は2回やるってこと、はい、うん、ということで、もう一回じゃあこれちょっと繰り返しありでやってみようか、はい、うん、次の曲なんだけども、はい、ちょっとこう右も左も出てくるから、はい、一回ちょっと弾いてごらん、はい、うん、いいじゃん、いいじゃん、ね、で、これ、この記号のこと知ってる？これここに書いてある、そうこれね、スタカート、スタッカートって言ったりとかするんだけど、まあ、所詮カタカナなのであれなんですけども、イタリア語、ね、それでね、音を切り離すみたいな、はい、なんかくっついてる、つながっているものをこうセパレートしていくっていう、そういう意味合いなんだけど、ニュアンスとしてはね、はい、で、じゃあ、これ、この曲集のいいところって、はい、こうタイトルがついてることなんだけども、はい、タイトルがついてて、まあ、ちょっと絵が、ね、挿絵が入ってて、はい、その、うん、イメージっていうのをこう絵で伝えてるっていうところがいいんだけれども、はい、で何のためにこのスタッカートをするかっていうことを考えてみてほしい、はい、つまりだから何を表現したいのかってこと、取り上げてる、うん、うん、だからそうだとしたら、そのこうスタッカートっていうのをただ切り離すんじゃなくて、このピョン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 ってこうホッピングしようとかで、それを表現してるわけでね、はい、じゃあそのためにどういうふうに弾けばいいかっていうふうに考えるのね、はい、だから、これから先いろんな、曲をこう弾いていくことになると思うんだけれども、はい、書いてあるからそう弾くっていうのだと、それは表現としては全然浅すぎちゃって何の話もないって感じになるのね。だから、タイトルがあって、まあ、前にこっちでねやったけれども、じゃあ音をこっちの場合はさ、音をつなげるってやったけどさ、じゃあ何のために音をつなげるんだよっていうね、書いてあるからそうやるんですだと、じゃあ何のために弾くんですかっていうことになっちゃうからね。だから、ここにじゃあスタッカートっていうものが書いてあるっていうことは、じゃあ何を表現するのかなっていうところに思考がいくといいよねっていうことで、うん、でテクニカル的なことを言うと、はい、ちょっと今この一小節でいいから弾いてみる、はい、うん、うん、いいじゃんね、今みたいにこの手首はすごくもう柔軟にしといて、はい、でなおかつ今ちょっとこれ指を鍛えたいので、はい、腕の力とかっていうよりも指そのものの力、はい、で手首は絶対こう楽にしておくんだけど、はい、指で弾く感じ、はい、やってみる、うん、この時にこうお掃除するような感じにならないで、こうなんか
で、この超スローモーションでやると、この押しました、そうするとこうなんか、ほら、なんつうの、こう力、伝わる力、はい、こっちから、指の先から伝わってくる力でこうしなるじゃん。はい、利用して弾くんじゃなくて逆指で弾いたこの反動でフッってこう、このイメージ、でだんだん、こう上がってっちゃう、戻して。ここからさ、ちょっと医学的なことわかんないけどさ、まあ、例えばじゃあ肩のここまで上がってるんじゃん。はい、ね、全ての関節を感じてもらう。はい、ね、関節があるからこうしなれるじゃん。はい、うん、早くね、それじゃ感じられないんじゃない？全部こう、ここ指先でやったことが、ここ伝わって波を打つようにここまでくるくる。じゃあ今度は、音を押した瞬間じゃなくて、こう離した瞬間に音が鳴ってるんだってイメージ持ってる。はい、いいよ。そしたらね、今度はね、はい、ピアノをこの肩甲骨で弾いてると思ってる。逆だから指先だけでこう、今度さっきはさ、指を動かすんだよ。今度ね、指で弾くんだよって言って、指先にばっかりに今度ここクーッとこう硬くなってちゃうから、今度はここをコントロールしてるのはここだよっていうイメージ持ってる。それで、どうしようか、こうあんまりテンポを上げることを目的にはしたくないんだけど、はい、それにこうちょっと軽やかさ、はい、このホッピングみたいなね、はい、それをちょっとイメージしてみて、はい、それでいいよ。テンポ感としてはそれぐらいでいいから、はい、そしたらね、今度はこの人は全部同じ幅だけ飛んでると思って、はい、つまり、音の質が全部揃う、はい、多分ね、もっとね、良くなると思うんだ。何今ね、打鍵一番下までこの降りてない可能性があるの。そうで、しかもそのね、下ろす時のスピード、はい、強さじゃなくてスピードなんだよね、はい、スピードがまちまちになっちゃうと音の質が変わっちゃうから、はい、もう揃える、スピードを揃える、下まで押せてる、それで聞こえてる音としては、はい、こうすごく均一になっていく、だからこれをコントロールできるようにするんだよね。あ、そうそう、
指を動かすとか、あの押すとかっていうだけじゃないテクニックなんだよね。はい、うんうん、今度これ見てみようか。どれ、そう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 、ドーレ、スラーの終わりでだからこう音がなんだろう、こう長短長い短いだけで言うと短くなるわけだよね、はい、でこれを短くすることだけを目的にしちゃうと、はい、ついついこっちにアクセントがついちゃう、はい、でもそうじゃないじゃん、リズムのさ基本としてさこう強迫の方にアクセントが来るじゃん、でしかもこれでドーレ、これってちょっとやっぱり乱暴に聞こえちゃうんだよね、はい、ドーレドーレ、このイメージを持つ、ドーレ、今ね1回目のやつよかったね、2回目から質が変わっちゃった、全部関節をやらば、なんかこうなんかタコとかイカみたいになった感じで、でこれね、やって抜けた時にこう吸えてもうなんかこうなんかふにゃふにゃふにゃみたいなこう波打つ感じになれるぐらいの、これだけだけどもすごいこういろんなことが詰まってるでしょ、はい、うん、次のやつもやろう、そこまでにしよう、5番、こっちに転がってきてみたいなさ、そういうあのイメージだと思うんだけど、はい、で、そんなことありえないんだけど、あのこの人転がり方がもう右も左右で、ね、ちゃんと対称になるように転がってんの、はいね、で動き方も一緒、転がるテンポもね、はい、ねってなった時に、まず基本的にはこれがまるで一本の手で弾いてるかのように音がまず全部がつながってる、右から左に受け渡す時とかもこうちゃんとこう上手にあの気づかれないような弾き方がまず必要だよね、はい、でそれと
こうドレミレっていう描き方とドシラシって描き方が同じ、はい、ね、もう全部こう一本の線に綺麗に、しかも綺麗に、ね、直線カッカッっていう線じゃなくてこういう線、はい、うん、が描けるといいよねっていうことなんだよね、うん、それだから技術だよね、はい、うん、だから早く動かすっていうことだけが技術じゃないんだよってこと、組み合わせでこれをやっていけばいいのかなっていう感じがする今はね、とりあえず、うん、です。